今日はあの幕末史を見直す会で、今日は山本五十六は名将かという題でお話をしたいと思います。真珠湾太平洋戦争は真珠湾攻撃から始まるんですけれども、真珠湾とは何かということなんですね。アメリカ海軍の根拠地は西海岸のサンディエゴだったんですよ。それで、しかし太平洋戦争が始まる1年半前の昭和15年5月に、真珠湾へ前進してきた。それでアメリカ海軍は日本征服を果たした後は再び西海岸のサンディエゴへ戻ったんですね。でそういう意味で真珠湾というのは日本を侵略するためのアメリカ海軍の前進基地だったということなんですよ。それでいわゆるアメリカはですね、明白なる天命と言いまして、西部開拓は神から与えられた、アメリカの使命であるという考え方を持っておりまして、これはマニフェスト・ディスティニーというんですけども、そして西部開拓が終了すると、次に太平洋制覇を目指したということなんですね。これが日本と戦う太平洋戦争への道だったということでございます。アメリカ海軍がですね、そもそもその真珠湾に海軍基地を建設しようと考えたのはいつかっていうことなんですけど、これは大変古くてですね、安政5年のこのことなんですよ。安政5年って何ですかっていうと、新選組の近藤勇とですね、土方歳三が出会った頃なんですね。この頃アメリカは真珠湾に目をつけたわけです。でこの頃そのハワイっていうのはハワイ王国が治める独立国でございまして、真珠湾っていうのは湾の入り口が約3メートル、それから深さが約15メートルで、主に真水だったんですよ。それで時々満潮になれば塩水が入ってくると、薄い塩水が入った汽水湖っていうんですけど、汽水湖だったんですね。でこの真珠湾にアメリカとしては海軍基地を建設したいということだったので、ハワイ国王のリリー・ウォー・カラニ女王という方を幽閉してね、で退位させるんですね。それでハワイを併合した。これが明治31年のことでございます。でこの時日本はですね、そのハワイ王国に同情をいたしまして、東郷平八郎、これはまだ当時大佐だったんですが、東郷平八郎大佐が巡洋艦なにわというのの艦長としてハワイへ行って、リリー・ウォー・カラニ女王に挨拶をしてですね、頑張ってくださいと、激励をしたんですね。これがその日米対立のスタートになったということなんですよ。でそしてそのセオドア・ルーズベルト、これは後に総理大統領になりますけど、当時はまだ海軍次官でありまして、この人がそのハワイ併合の前年にこのオレンジ計画を作ったんですね。このオレンジ計画とは何かっていうのは、その日本を軍事征服して、アメリカが太平洋を支配する、この目的のために作ったものでございます。だからその太平洋戦争とは何かってことを考える場合に、オレンジ計画をですね、このオレンジ計画も分からないと、全くその太平洋戦争の意味っていうのが分からなくなってしまうということでございます。
まあ、日露戦争は日本の勝利で終わったんですけど、まあ、この時セオドア・ルーズベルトはもう大統領になっておりましたが、日露戦争の翌年にこのオレンジ計画を改定しましてですね、これを1906年版オレンジ計画とも言うんですけども、ここでは言ってるのは、そのアメリカはですね、その日本陸軍は強いと、したがってアメリカは日本陸軍とは戦わないと、強い相手とは戦わないんだと。それで、アメリカはですね、日本海軍を海上戦で破って制海権を奪うと、それでその海から戦いを挑んで、海上戦で、日本海軍を打ち破ると。それでその日本をその通商ですね、通商を孤立させて窮乏に追い込むと。で、長期戦をいとわず、その優れた工業力を活用して軍艦を増やして、太平洋の島々を一歩一歩前進して日本を壊滅させるというのが、このオレンジ計画の1906年版だったわけなんです。で、その翌年、まあ、1907年になりますけども、1年後にまたオレンジ計画を改定するんですね。で、そのアメリカ海軍というのは、そもそも東海岸にいたんですよ。それは何でかっていうと、イギリスの独立、アメリカの独立戦争っていうのはイギリスと戦って独立したわけですから、そのアメリカの敵はその東海岸にあると、ヨーロッパにあるというふうに考えていた。従いまして、アメリカ海軍は東海岸にいたんですけれども、セオドア・ルーズベルトはですね、これからはアメリカは太平洋を支配するのだということで、大西洋岸にいたアメリカ艦隊に、太平洋を航海させると、それからその日本人を威嚇するということで、アメリカ軍艦16隻あるなんですけども、その船体を白く塗ってですね、白く塗ったのは赤道を通過する場合に、白は多少ないとも熱を防ぐことができるという意味でございます。それで、したがって白く塗ったので、その艦隊をグレートホワイトフリート、偉大のある白い艦隊というふうに言われました。それで、艦隊がですね、東海岸の東海岸のハンプトンローズ港を立って日本へ来る。で、これがそのホワイトグレートホワイトでありまして、戦艦16隻、ハンプトンローズ港、これ東海岸ですが、これをその出港して日本に来たと。まあ、日本はその幕末に、軍艦が4隻来て、その黒船が4隻来て、そのたった支配で夜も眠れずっていうふうに、まあ、びっくり仰天したわけですけども、この時は16隻になって、来たわけでございます。したいまして、この時もこの時このグレートホワイトフリートは明治41年に横浜港に入ったわけですけれども、この時伊藤博文は元老になっておりましたけれども、アメリカ艦隊の太平洋航行は日本に対する示威行動であるということを言って、緊張感に包まれたわけでございます。お手元の資料にあると思いますけども、これがグレートホワイトフリートの航路なんですけど、このハンプトンローズ港を出て、ポートオブスペイン、リオデジャネイロ、マゼラン海峡を経由して、サンディエゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコ行って、ホノルル、オークランド、シドニー、メルボルン、ぐるっと回ってマニラから横浜へ入ってまいりました。
それでこの航海によって分かったことはですね、ここからぐるっと回っていくのは大変だねと。ここにその細いところがあるから、ここにパナマ運河を作れば、ここからここを回らずにすっと経由して行けることができる。このグレートホワイトフリートの太平洋航海によってアメリカが築いたことは、ここにパナマ運河を築くっていうことなんですよ。でこのパナマ運河のうちに完成しますけども、これはその太平洋、日本を征服して太平洋を支配するその目的のためにあのパナマ運河が作られるんですね。それからここを出た後、日本に来るにはやっぱり遠いと、あまりにも この辺りで補給する人も、そうするとどうしてもこのハワイを補給基地にして、ここで燃料やその食料や一旦一休みする必要があるということで、ここで改めてハワイの重要性というものが再認識された。したがいまして、このグレートホワイトフリートの航行によってアメリカ海軍が次にの課題としたのが、パナマ運河の建設と真珠湾の要塞化だったわけなんです。当時の軍艦の動力は石炭でございましたから、石炭火力の軍艦というのは3200キロなんですね。でそのアメリカ海軍がこのフィリピン、まあ、このガムとかこの辺りで日本海軍と海戦を行うとすると、日本からはここで2400キロなんで、その、日本で石炭を積んだ軍艦はここまで、石炭をそのままで直行できる。アメリカはここから出ていくと、そのマゼラン海峡経由で行くとですね、これは3万1500キロなんで10回石炭を積み替えなければならない。それからそのパナマ運河を経由するとなれば、これ短くなるけども、1万5000キロなんで、それでもやっぱり5回の石炭を給炭しなければならない。したがいまして、どうしてもその、ハワイをここに要塞化しておかないと、そのアメリカ海軍は日本を征服するにはヨーロッパハワイを要塞化しておく必要、補給基地として要塞化しておく必要がある。これにおいてハワイの重要性が改めて確認されたということでございます。このため真珠湾は明治44年に、最初は湾の入り口は3メートルしかなかったんですけども、それを湾を広げて、それからその深さは15メートルしかなかったんだけども、大型軍艦が入れるように浚渫してですね、港を深くして、それで要塞化をしていった。そういう意味でその真珠湾攻撃を行う、将来その後真珠湾攻撃を行うわけですけど、真珠湾というものがいかにその日本征服のための重要な拠点であったかということを、やっぱりきっちり認識する必要があるだろうなというふうに思います。その3年後です。アメリカの真珠湾を要塞化した明治44年ですけれども、この明治44年は1911年なんですが、アメリカは1911年版オレンジ計画というのを策定しまして、最初にですね、アメリカは日本を経済封鎖をすると。で経済封鎖をすると、アメリカは日本はその経済の封じ込め政策を終わらせて、自分の通商航路を防衛しながら側面海域を守ろうとするだろうと。そうすると日本はこのフィリピンですね、フィリピンからガムがこの辺にあると思うんだけど、ハワイ、これを占領してアメリカ海軍を太平洋から追い出そうとするだろうと。そこでアメリカとしては、このおそらくそのマニラ沖といいますか、フィリピン沖の行われる海上決戦で日本海軍を潰してですね、この通商資源通商連を破断すると、そして日本の息の根を止めるという無制限経済戦争を定めたわけでございます。これが明治44年でございます。でその明治44年にその後ですね、明治じゃない、その大正3年になりますと、
大正3年にこの先ほど申し上げたあのパナマ運河が開通するんですね、ようやく。それでその大正3年、8月にパナマ運河が開通して、アメリカ艦隊が大西洋から太平洋にすぐ移動できるようになった。なりますと、アメリカはあの対日姿勢を一段と強化しましてですね、セオドア・ルーズベルトの甥であるフランクリン・ルーズベルト、これはあの海軍次官でございましたけども、大正3年は1914年なんですが、1914年版オレンジ計画というものを改定いたしまして、日本を経済封鎖して、日本の原材料輸入を妨害すると、で日本の工業化を阻害するということを定めたわけでございます。まあ、当時あの日本の人口は、まあ、あの当時6000万人から1億人に向けて増加しておりましたので、増加している農民、増加している人口が農業に従事するということでありますと、まあ、例えばあのアメリカとか南米とかこういうところへ移民していく必要があるんですね、農業でやるとするならば。ところがアメリカは、オカロンによって大正2年に排日土地法というものを成立させて、日本人の農業用地の取得を制限したんですね。移民受け入れを拒否したわけでございます。まあ、そうなると、じゃあその農業じゃあのダメだということで、じゃあ日本は工業で生きていこうかなというふうに考えますと、工業を行うためには原材料輸入が必要なんですね。原材料を輸入して加工して輸出するわけですから、原材料が輸入しなければならない。しかしこの大正3年のフランクリン・ルーズベルトが作った大正3年の1914年版オレンジ計画は、海上封鎖をしてですね、海上封鎖をして日本の原材料輸入を妨害するということをしておるわけですから、あの日本が生きていく道がなくなっちゃうわけですよね。農業で生きていくんなら移民を受け入れてもらいたいねと、それは受け入れないと。じゃあ工業で生きていくかと、したら原材料輸入を認めてほしいよねと、原材料輸入も認めないということになると、日本民族は生存することができなくなるわけなんですよ。まあ、そういうことになってくるとですね、日本の生きる道ってのはこちらのアジア大陸ですね。アジア大陸に入って、まあ、過疎地で、に入って農業開拓を行う。これは満州ですよね。満州入って荒れ地を開墾して、その農業で生きていく。これが農業で生きる道。あるいはそのアジア地域のこの、まあマレー半島とか、そういうところにおける、まあ、いろんなあの地下資源を発掘してですね、これをその持ってきてその工業に、使うと。この道しかないわけですね。でいずれにしても、まあ、例えば満州行って農業をやるんであれば、その居留民保護のために陸軍を派遣する必要がある。あるいはマレー半島とかで、いろんな工業資源を発掘するということであれば、それに従事する日本人居留民の保護のために陸軍を派遣する必要がある。これは必然的な原理原則なんですよ。まあ、しかしそのアメリカはですね、日本人の移民を入国を禁止して、日本人をその大陸、満州へ入植させると。それからその海上封鎖をすると。それでその日本陸軍をあの大陸に押し込んでですね、それでこうアメリカが日本海軍とだけ戦って、それでその日本を滅ぼすということになりますとですね、これがその1914年版オレンジ計画なんですけども、これはその日本人の生存は一切認めないんだ、こういうその非常に厳しい内容なんですよ。
まあ、そういう意味で日本はこの1914年版オレンジ計画によってですね、生存を脅かされる絶体絶命の状況に追い込まれたわけでございます。まあ、こういう中において日本はじゃあどういうふうに生きていったらいいのかという問題になってくるわけですけども、まずそのこの1914年版オレンジ計画を策定したことについてですね、日本人でそれを最初に見抜いたのがこのオレンジ計画を見抜いた人々というので、水野博之海軍大佐、この海軍大佐がオレンジ計画を見抜いたんですね。恐るべき計画だ。それで大正3年この年でございますけども、太平洋戦争というか、日米戦争の未来戦記である次の一戦という本を発行しまして、そこで日本海軍がパナマ運河から回ってきたアメリカ海軍と戦って敗北する、こういうそのシナリオを提示したんですね。これがそういう意味で日本人でオレンジ計画を見抜いて警鐘を鳴らしたのはこの水野博之海軍大佐でございます。そういう中においてですね、日本はどうすべきかということなんですけども、これは第一次世界大戦が始まったんですね。この時大隈重信が日英同盟に基づいて、米陣営に参加したんですよ。それで日本海軍は地中海へ行きまして、第二特務艦隊というんですけども、地中海のマルタ島を根拠地にして、駆逐艦榊という軍艦があったんですけど、この上原太一艦長、竹垣機関長など59名が戦死する、犠牲を払いながら米連合国の輸送船を護衛したんですね。でこのことがイギリスはそれを高く評価しまして、イギリス国王ジョージ5世、それからイギリス外務大臣のバルフォアが、それからイギリス議会が日本海軍に対する感謝をしております。それからイギリスの前外相のグレーという人がいるんですけど、これは日本海軍について第一次世界大戦において日本はイギリスにとって名誉ある忠実なる同盟国であったということを評価いたしております。それで日本は第一次世界大戦に米英と共にドイツと戦って、米英の信頼を得たので、オレンジ計画からのましからとりあえず一旦は逃れたわけでございます。でその後第一次世界大戦の終了終わりまして、アメリカがワシントン海軍軍縮条約というのを提案して、アメリカ、イギリス、日本の軍艦、戦艦ですね、戦艦の比率は10対10対6とするという軍縮条約を提案して、米英日はこれを調印するんですね。それで、そうだったんですけども、アメリカはですね、大正12年、これは1923年ですけど、1923年版オレンジ計画というのをまた改定しましてですね、それで対日戦争についてはさらに一段と進化をさせた。これはそのアメリカ海軍は太平洋の日本領諸島を残らず攻略して日本を孤立させると、日本を取り巻く全海域を制圧して日本を海上封鎖すると、アメリカ艦隊は日本艦隊を東シナから追い払うと、それから日本と台湾ですね、なくなっちゃった、台湾を結ぶ通商路を断つ、
それから日本とインド洋、マレーシアのこれですね、日本と台湾を切る、それからマレーシアと結ぶその動線を切ると、それから沖縄を占領すると、それでその後フィリピン沖で行われる大海戦で日本海軍を壊滅させる。でこれがあの後の冷凍機海戦になっていくんですけど、でその後日本に空襲を行って、日本が降伏を求めてくるまで、攻撃を緩めず日本を無条件降伏に追い込む。これをその大正12年に、決定したわけでございます。まあ、こういうなんかそのこの水野秀則大佐ですね、この方がその日米が戦えば日本は空襲を受けて東京は灰になるということを東京朝日新聞に記載しましてですね、それでその日米戦争を防ぎ、戦争を避ける道は各国民の各国の良識とによる軍備の撤廃しかないと、まあ、反戦平和を彼は唱えるようになったわけです。それからさらにこの大正12年ですけども、新国防方針の改謀という論文を書きまして、日米戦争は空軍が飛行機、空軍が主力となる、空襲によって日本全土は一晩で燃え尽きると、戦争は長期化して総力戦になるので日本は経済破綻した上敗北すると、日本は発狂しない限り米と戦う、国防を戦うことは行うべきでないということで、日米戦うべからずという警鐘を鳴らした。これがその水野博之海軍大佐でございます。この2年後の大正14年ですけども、イギリス人の軍事作家のバイ・ウォーターという人がいるんですけど、これちょっと探したんだけど写真が見つからなかったんですけども、この人が大正14年に太平洋未来戦記っていう本を書いたんですね。この本なんですけど、これが民有社というところから日本語版で出版されておりますけども、これはそのバイウォーターという人はイギリス海軍のスパイだった人なんですね。でこの人がアメリカのオレンジ計画がそもそも秘密計画なんで、外に漏らさないことになってるんですけども、このバイウォーターがそのオレンジ計画をすっぱ抜いて日本語にしてこうやって本にして出したんですね。だからこれは多くの日本人がまあ読んだ。これはその、まあ、内容は日本はフィリピンに空襲を行って、その後は太平洋上のアメリカ艦隊に大規模な集中攻撃を加えるけど最終的には敗北するということを内容としてるんですね。これ実際その通りになっていったわけです。このようにそのアメリカ、日本がアメリカと戦えば日本海軍は壊滅して、日本は焦土になるということは、もう大正14年の段階でまあ、ほぼ誰の目にも明らかになっていたわけでですね。その後アメリカ、イギリスは引き続き海軍軍縮を目指しまして、ロンドン海軍条約が結ばれると。でこの時このですね、山本五十六がですね、この山本五十六はそのロンドン会議の随員になりまして、それでその随員団を条約受諾で取りまとめたんですよ。そういう意味でその山本五十六はその条約賛成派なんですね。このロンドン海軍条約に関して、それまで一枚岩だった日本海軍は条約派と艦隊派に分かれて派閥争いを行うようになりました。
まあ、その山本も条約派ですが、条約派の考え方というのはですね、まあ海軍軍縮条約を受諾すべきであると。でこれで航空史上主義を取ってるね、航空史上主義で今後の海戦の花形は空母であると、戦艦巡洋艦ではないと。で軍縮条約を調印してアメリカイギリスと協調を保った上、空母に転換可能な貨客船、をその民間に大量に作らせると。でその下は貨物室にしてエレベーターがあって上に客室があるわけですけども、平和である間は貿易をやってやると。いざ日米開戦となったら上の客室を撤廃して滑走路を置いて、それでその地下の戦争の中の荷物室は飛行機格納所にすると。すればその直ちに空母ができると。そもそも空母の建造費用は安いので、戦艦1隻を建造する費用で空母5隻を建造することができると。と戦艦大和、戦艦武蔵ではなくですね、5隻対5隻で空母10隻を作ってアメリカ太平洋でアメリカ海軍に空母決戦を挑む。これが海軍条約家山本五十六たちの考え方だったんですよ。もう一方は条約反対の艦隊派なんですけども、彼らは海軍条約反対でありまして、対艦巨砲主義を持っていたと。で対米海戦は戦艦巡洋艦で戦うべきであるということで、その条約派と艦隊派がまあ喧嘩したままですね、太平洋戦争に突入していくということでございます。でまあまだその頃はまだ大きな問題はなかったんですけども、実はその日本海軍にとってですね、最も迷惑な出来事は日中戦争だったんですよ。日中戦争ってのは日本陸軍が、まあ、蒋介石と戦ったわけですけども、昭和12年にですね、盧溝橋という、まあ、北京の近くの川にある橋なんですけど、そこで蒋介石軍の砲丸から十数発の実弾を撃ち込まれて衝突した。日本軍死傷者は 約40名、支那軍死傷者は約180名、合計220名の、まあ、小競り合いなんですね。でこの時陸軍では石原幹事作戦部長、これは日中不戦論者でございますので、支那駐屯軍司令官に不拡大方針を命令を下した。それからそのためそれによって、北京特務機関長松井拓郎大佐と蒋介石軍の新徳順が停戦協定を結んで、盧溝橋事件は一応一件落着になったんですね。でその1ヶ月後に今度は上海戦というんですが、まあ、第二次上海事変が起きまして、それでその戦火が拡大したと。そして日本は第10軍というを派遣してですね、上海の後ろにある広州湾へ上陸して上海を攻略した。この上海戦の日本軍死傷者は4万1000人なんですよ。これは旅順攻略戦とのほぼ8割ぐらいに相当する大激戦だったんですね。それで参謀本部作戦課はですね、この上海攻略をもって終戦にしようということで、大支那中央政権方策という文書を作って早期和平方針を決定したんですけども、上から放逐命令が下ったので日本は南京を占領し、その後広東を占領し、
武漢三鎮といいますが、漢口武将漢陽を攻略したわけでございます。まあ、ドイツがですね、そもそも蒋介石の裏で操って、その日本に攻撃をかけてきたのは、まあ、ドイツなんですけども、蒋介石が南京から撤退して、利用価値がなくなるとですね、ドイツは蒋介石をまあバッと捨ててね、それでその親中路線から親日路線へ転換して、日本に日独伊三国同盟を提案してきたわけなんです。全くそのこういうご都合主義のね、ドイツ、まあ、これインチキですから、こんなものを信用しちゃいけないんですけども、ドイツの都合はですね、イギリスフランスを屈服させてヨーロッパの覇者になりたい、その時そのドイツを邪魔をするのはドイツを邪魔するのはソ連とアメリカであるから、その日本はソ連と戦い、かつアメリカと戦ってほしい、これがドイツの三国同盟なんですね。しかしその海軍は新英米の路線でありますから、米内光政、それこれは海軍大臣ですけど、山本五十六海軍次官、井上茂美、これは海軍局長だったの、局長が三国同盟に反対をして、この議論はなかなか決着がつかなかったわけでございます。でこの三国同盟反対の海軍四帝督ってありますけども、これが海軍大臣の米内光政、今申し上げて海軍次官の山本五十六から海軍軍務局長の井上重義、この3人が海軍サハトリオと言われるんですが、まあ、三国同盟反対、強く反対をしておりました。まあその山本五十六はですね、これ海軍次官だったわけですけども、そのドイツ、イギリスの海軍、ドイツ、イタリアの海軍はイギリス海軍と比べて はるかに弱体であるから、ドイツ、イタリアと組むことは損になると。それから日本経済はアメリカ、イギリスに依存しているわけであるから、アメリカ、イギリスと縁を切ってドイツ、イタリアと組むと石油の供給を断たれると。ヒトラーは有色人種を蔑視して世界制覇を目指しているけれども、いずれ破綻するというふうに考えて、その三国同盟反対を貫いたんですね。まあこれを不満、三国同盟推進派はこれを不満として山本五十六の暗殺を目論んだ。それでその爆薬を持った男が逮捕されて、山本暗殺を、まあ、自供したんですね。この時山本五十六は遺書を書いて、これは述志と志を述べるという名前なんですけども、を書いております。ここにはですね、まあ、一子君国に奉ずるは武人の本懐のみ、兄戦場と十五刀を咎むや優勢奮闘、戦場の花と散らんはやし、誰か死生一貫属論を廃し倒れて後やむの敵を知らん、まあいうことになっております。まあ、自分は死を厭わない、自分の死によって国民が目覚めてくれるのならば本望だという内容であります。まあ、この頃山本はその政治家や言論人からですね、アメリカと戦争になったら日本は勝てるのかという質問を多く受けているんですけども、この時山本は一貫してですね、勝つ見込みはありませんと、日本海軍はアメリカに勝つようにはできておりません、こういうことは明快に答えて回答しております。それから井上重義海軍軍務局長、この人なんですけども、彼はそのこの時のことについて
私の軍務局長時代の2年間は三国同盟反対のために時間と勢力の大半を費やしたというふうに述べています。この井上茂吉はですね、ドイツ語が得意だったんですね。で、ヒトラーにの我が闘争という本があるんですけども、普通は日本語訳で読むんですけども、井上茂吉はドイツ語の原書で読んでたんですね。そうすると気がついたのは、原書に書いてある重要な部分が日本語訳には消されてるということに気づいたんですよ。それは何かっていうとですね、ヒトラーが日本人を侮辱してね、日本人は想像力の欠如した劣等民族であるから、小利口な日本人をドイツの手足として使うなら便利だと言ってる部分があるんですね。これはドイツ語に書いてあるんだけど日本語訳には書いてない。ここは極めて重要なところだから、日本人はね、ドイツが UFO 友達だなんて考えたらとんでもないことになるよということで、警告を発したんですね。多くの日本人はそのことにあんまり気がつかない、警鐘を受け入れなかったわけでございます。それからこの海軍大臣米内光政、この人は陸軍大臣板垣征四郎が三国同盟を主張した時に、反対を唱えたんですが、この時大蔵大臣の石渡正太郎という人が与那に聞いてんですね、三国同盟を結べば日本は米と戦うことになるだろうと。その際その海軍は日本アメリカイギリスと戦って、勝ち目はありますか、こういう質問をしたんですね。この時その与那光政海軍大臣は勝てる見込みはありません、日本海軍は米と戦うようには作られていません、ということを答えているわけですね。日本海軍はもう米と戦って勝てないということはもう陸軍も海軍もすでに常識だったんですよ。これは太平洋戦争の始まる2年前のことですね。それでも日本はアメリカと戦うことになってしまったんですね。さっき言った日中戦争、シナ事変とも言うんですが、日本はシナ奥地へ南京からさらに奥地へ入っていった。そうしますと何が起きたかっていうと、満州がガラ空きになっちゃったんですよ。シナに入っちゃった。しますとソ連軍が満州国境の野毛藩で、昭和18年8月なんですけれど、兵員5万7000人、戦車498両、飛行機515機で大攻勢をかけてね、日本軍は壊滅的打撃を受けてしまいました。さらにドイツはソ連と独ソ不可侵条約を締結したんですね。日本陸軍は日独三国同盟を結べば、日独とが組んでソ連を抑え込んで満州の平和を維持できると思ってたんですけど、ドイツとソ連が組んじゃったわけですから、これはもう全くどうにもならないということで、三国同盟の話は一旦立ち消えになりました。でその後米内光政ですね、この米内光政、これ海軍大臣だったんですけど、軍事参議官っていうのがあったんですね。軍事参議官っていうのは次に総理大臣になる人が、待機している待機ポストでございます。それでその新しい海軍大臣には吉田善吾という人が次の海軍大臣になりました。それでその山本五十六は海軍次官から今度は連合艦隊司令長官に移ったんですね。連合艦隊司令長官というのは、我々から見れば雲の上の人で、
まあ、大変偉い力のある人だなということではあるんですけども、あのプロ野球で言えばですね、あの現場の監督さんなんですよ。もちろんそのプレーするとき監督さんが一切指示するわけだから、あその選手にとってはまあ神様みたいな人ではあるんだけども、そのプロ野球の監督さんというのはあのフロントの意向によって、球団のある意向のもとに動いてるわけですね。そういう意味でそのいわゆる政略といいますか、軍略、軍事的なことはあの連合艦隊司令長官がもちろん運用するんですが、それ上の政治絡みのことについてはあの海軍、軍令部があのフロントとして指示してくる。その上下関係があるので、連合艦隊司令長官というのには一定の制約があったということを申し上げておきたいと思います。で、連合艦隊司令長官になった山本はですね、まあ、アメリカとの戦争に反対である、三国同盟にも反対であるということですけれども、連合艦隊司令長官の仕事はもう戦うことしかないわけですから、どうやって戦うかしかないわけですね。それで、アメリカと戦うには飛行機しかないということで、航空機優先の体制を作っていきます。その後あのドイツ軍がポーランドへ侵攻してですね、第二次世界大戦が勃発しました。この時ですね、それでその対米関係もきな臭くなってきたということで、海軍軍令部はですね、この昭和15年5月、これは太平洋戦争の1年半前ですけども、あのラインっていうのは、ラインっていうのはオランダ領インドネシア、これは出てない、この辺りちょっとここはずっと出てない、この辺りですね。この資源地帯を占領してアメリカと戦った場合にどうなるかという図上演習を行ったんですね。で、その結果はですね、開戦当初は日本海軍の作戦は順調に推移するけれども、船が壊れてくる、損傷艦の修理のため手一杯になって、軍艦建造能力がアメリカに比べて一段と劣化するということなんですよ。からもう一点は、アメリカは軍艦建造能力を発揮して、発揮するので、軍艦建造能力は1年半後には日本は対米5割になってしまうと。対米5割っていうのは 0.5×0.5 だから、戦力は4分の1なんですね。軍艦保有量が2分の1っていうことは、2分の 1×2 分の1で戦力は4分の1になってしまうと。そして開戦1年半後は日本海軍のはもうその敗北必須であってですね、全く勝算はないというのが図上演習で明らかになってしまったわけなんですよ。先ほど申し上げましたけども、明治44年の1911年版オレンジ計画では、開戦当初は日本が有利に進むけれども、アメリカ海軍は軍艦建造を行って、その日本艦隊を一大海戦で圧迫するということを定めたというふうにさっき申し上げましたけれども、日本海軍はですね、アメリカに29年遅れて同様の認識に追いついた。まあ29年遅れたんだから、遅いと言えば遅いですけど、まあ、気がついただけでもまだマシだということも言えると思います。それでこの海軍大臣吉田前後ですね、この人はもうアメリカと戦って勝てないということが明らかなので、三国同盟反対を立場をはっきりさせましてですね、それでその東南アジアの資源
用地を占領しても海上補給船の確保は困難だから南方資源を日本に持って帰ることは不可能であると。日本経済はアメリカ経済に依存しておるけれども、アメリカは日本に全面禁輸を行うだろうと。それではドイツの勝利は一時的で便乗すべきでないと。日本海軍がアメリカ海軍と戦えるのはわずか1年である。したがって日本は長期戦に持ち込まれたら必ず負けるということを確信してですね、吉田前後はその昭和15年9月、太平洋戦争の1年前に海軍大臣を辞任したんですよ。それでその頃、その頃日本はもうほぼ絶体絶命の状況になってきまして、ルーズベルト大統領がオレンジ計画に基づいて日米通商条約を破棄する。このため経済が悪影響が及んできたと、経済に。それからルーズベルトはその真珠湾にアメリカ艦隊を前進させたと。そういう中においてですね、陸軍の軍務局長武藤明がですね、三国同盟を締結するということを主張しましてですね、それで海軍三国同盟に反対する米内光政、これ総理大臣だったんですけども、その総辞職に追い込んだわけですね。米内光政総理大臣は総辞職した。でその後外務大臣の松岡洋介が三国同盟を主張いたしました。でこの時海軍の会議があったわけですけども、山本五十六はですね、その物資動員計画によれば8割までが米のアメリカイギリスの資材で賄われていたと。三国同盟を結べばこれを失うことになるけれども、どうするつもりなのかという三国同盟反対の主張をしたんですね。しかし海軍長老の大隅峰夫軍事参事官、これ元海軍大臣で、伏見宮博康王の覚えめでたい方なんですけれども、この方が海軍は、この方が三国同盟賛成を主張して、三国同盟は調印されたことになります。その三国同盟が調印されますと日米関係は急速に悪化していくんですね。でこの時山本五十六は近衛文麿首相から日米関係、日米戦争は勝てるかということを聞かれるわけですけども、ぜひやると言われれば初めの半年や1年は暴れてご覧に入れるけれども、2年3年となれば全く関心は持てない、確信は持てない、日米戦争を返してもらいたいことを言っているんですね。それから山本は元老西園寺金持の秘書の原田熊夫と一緒に、三国同盟とは全く狂気の沙汰だと、ソ連など当てにならないどころか日本がアメリカと戦争している間、ソ連は日ソ条約を破って後ろから攻めてくるだろうと、事態がこうなった以上軍人として奮戦するけれども自分は戦死すると、その間に東京あたりは3度ぐらい丸焼けにされて最悪の事態が来るだろうということを予測しております、話しております。でこの後、太平洋戦争が始まるわけですけども、まず日本海軍の伝統的な対米戦術は全舰揚撃作戦といいまして、アメリカ艦隊をですね、アメリカ艦隊を西大西洋、大体このマニラ沖あたりまで引きつけてですね、そこで海上決戦を行うという長期持久作戦だったんですよ。しかし山本五十六はですね、三国同盟によって、日米関係が悪化してそのアメリカから石油が輸入できなくなると、
で輸入石油が輸入できなくなればですね、それでその日本が石油確保にこのインドネシアあたりに侵攻すれば、アメリカは日本海軍をアメリカ攻撃するだろうということで、全面揚撃作戦は成立しないという予測をしたんですね。それで真珠湾攻撃というこの短期決戦主義を主張してですね、その早期短期決戦早期講和主義を主張いたし、いたしました。このことについて山本五十六は海軍大臣大川小四郎に対して、これまでの日本海軍の全舷揚撃作戦は発生しないと、そもそも図上演習で全舷揚撃作戦でアメリカに勝った試しはないと、したがって航空兵力で真珠湾攻撃を行ってアメリカ艦隊を撃破して短期に決戦を勝敗を決すべきであると、全舷揚撃作戦という長期作戦を取ればアメリカは一気にですね日本本土を空襲して、それでその東京などを焼き尽くすだろうということを言っております。それから山本はですね、日本の軍事力はアメリカの軍事力は日本の5倍から10倍だから、日本軍がひとたび休むとアメリカの圧倒的な力でねじ伏せられると、常に規制を制する先手必勝策をとって敵の痛いところへ猛烈な攻撃を加えて戦いの主導権を握るべきであると、まあ、相撲で体の小さい者が体の大きい者相手を倒すため敏捷に動き回って、相手のリズムを狂わすのと同じようなものだ、こういうことを言っておりますですね。それからその山本は大西武次郎少将に対して、よほど思い切った戦法を取らなければ勝つことはできない、航空兵力の全力でアメリカ艦隊を叩いて早期に和平に結びつけたいと言っておりますし、また海軍軍令部第一部長の福留茂に対して、アメリカと戦争にならないように努めてほしいということを言っております。まあ、しかし米関係はますます悪化の一途をたどりまして、昭和16年9月の御前会議で、10月11日までに日米交渉妥結の目となき場合、アメリカ、イギリス、オランダに対して開戦を決定するということが決まったんですね。で、この時も改めて山本はこの首相から日米戦争の見通しを聞かれた時はですね、戦争になったら1年から1年半は暴れてみせるけど、それ以上は日本に勝ち目はないということをはっきりと言っております。それで昭和、さらに昭和太平洋戦争の2ヶ月前にはですね、近衛首相は太平洋戦争を回避するためにシナからの撤兵を主張したんですけども、陸軍大臣東条英機がシナ撤兵を断固拒否したので、日米開戦は不可欠になってまいりました。で、そのシナ撤兵を主張する近衛首相と、シナ撤兵を断固拒否する陸軍大臣東条英機が対立して閣内不統一となったので、第三次近衛内閣は総辞職をしまして、東条内閣が発足して太平洋戦争に突入することになりました。まあ、真珠湾攻撃はですね、戦艦8隻が大破着艇、巡洋艦4隻大破ということで、まあ、大いなる戦果を挙げました。それから真珠湾攻撃2日後にですね、
12月10日にはそのマレー沖海戦が行われまして、日本海軍航空隊がイギリスの戦艦プリンス・オブ・ウェールズとレパルスを撃沈したしました。これはあの航行中の戦艦を航空機が撃沈したのはこれ世界初めてなんですね。それで開戦2ヶ月の昭和17年2月19日にはイギリスの拠点のシンガポールを日本陸軍の第25軍が攻略いたしました、まあ、シンガポール攻略した時ですね、あの外務省の吉田茂ですね、これがシンガポール攻略をもって終戦とすべきだということで活動を行ったんですけども、日本外務省が全く動かずにですね、吉田茂の和平工作は成就しませんでした。吉田茂の終戦工作グループはヨハンセングループという、まあ、あだ名が付けられたんですね。ヨハンセンというのは吉田ハンセングループというのを短くして、これは憲兵が作った名前ですけども、ヨハンセングループと言われました。それでその、元五十六のですね、戦略はあのいわゆる空母航空隊によってアメリカ艦隊に打撃を与えて制海権、制空権を握って和平に導くという、まあ、短期和平主義だったんですね。ただその山本の絶望というのはですね、アメリカ艦隊に致命的打撃を与えて、勝機をつかんでも日本指導部は図に乗って戦線を拡大するだけで早期和平に取り組まないのではないかということなんですよ。また逆に日本海軍が敗北すればですね、日本指導部は挽回を期して戦争を継続するのではないかということなんですね。まあこのことを山本は甥への手紙にですね、政治と戦争は二つの翼であると、混然一致を要する手段にて、これが勝利に人材これあるべきかと、従来のごとき自己敗退、偏境、無抵抗にては持久戦の維持は困難であるということを言っております。まあ日本海軍が勝っても負けてもですね、日本外務省が終戦を決断しないわけですから、戦争は果てしなく続いてですね、まあ4年に及ぶ長期戦の結果、まあ、悲惨な結末に向かっていくということになってまいります。真珠湾、今申し上げた真珠湾攻撃とハワイ沖、マレー沖海戦、シンガポール攻略、これがまあ第1弾作戦というんですけども、第1弾作戦が終わるとですね、第2弾作戦をどうするかという議論が発生したわけでございます。ここでですね、海軍軍令部のですね、作戦が米豪分断作戦、それから山本五十六のミッドウェー海戦、これが対立したわけでございます。米豪というのはこうアメリカがありまして、こうオーストラリアがあります。米豪というのはこれをつないでるわけですね。でこれに対して米豪を分断するというのがその海軍軍令部の作戦でございます。これはフィジーサモア島を占領する、フィジー島っていうのは、ここにありますね、フィジー島、サモア島 FS、フィジーサモア島を占領する FS 作戦で、アメリカとこのオーストラリアを分断してですね、それでこのシナ南太平洋、オーストラリア、これを支配して大東亜共栄圏を確立して腐敗体制を確立する、ドイツがイギリスを屈服させて欧州を支配するのは確実であるから、アメリカは絶望して日本に降参してくるから、したがって日本は太平洋戦争に勝って終わる、これがその海軍軍令部の米豪分断作戦なんですね。それから、ミッドウェー作戦、山本五十六のミッドウェー海戦というのは、
ここにミッドウェーという島があって、ここでその日米航空決戦を行うということでございます。でそれで昭和17年3月頃になるとですね、米国海軍軍令部の米豪分断作戦がその優勢となってまいりました。で、このアメリカとですね、オーストラリア、これがこの連携に対してフィジー島、サモア島、これを攻略すると、これが日本の米豪分断作戦になりまして、米豪の連携と米豪分断作戦の交点、交わる点、ここが珊瑚海というものなんですけど、この珊瑚海で珊瑚海決戦という、珊瑚海海戦という、世界最初の空母同士の決戦が行われたんですね。これはアメリカ海軍は正規空母のレキシントン沈没、正規空母のヨークタウン大破ですね。日本海軍は軽空母の昭邦が沈没、正規空母の昇格が昭波ですから、これは日本海軍優勢のもとにこの終わったんですよ、珊瑚海海戦。これがね、もうほとんどね、知らない人が多いんですよね。なんで知らないのか分かりませんけど、これは非常にね、珊瑚海海戦というのは非常に重要な、日米太平洋戦争だけど非常に重要な戦争でありますし、これ世界初の空母決戦でありますからですね、これはぜひご承知願いたいなというふうに思っております。それで、またちょっと戻りますけども、それでその山本五十六のですね、ミッドウェー海戦はこのミッドウェーと挟んで戦うんですけど、日本空母はですね、正規空母として、赤城、加賀、蒼龍、飛龍、それから昇格、瑞賀、これを6隻あったんですよ。で、この龍城、巡洋は2隻は軽空母。だから日本は6隻の正規空母と2隻の軽空母を持ってた。計8隻ですね。アメリカ海軍は空母3隻しかなかったんですよ。エンタープライズ、ホーネット、ヨークタウン、この3隻しかない。この日本海軍が8隻の空母全力を投入して、このアメリカ海軍の3隻の空母と戦えば、これはどう考えたって日本の圧倒的勝利になるはずだったんですよね。これはなんで負けちゃったんですかね。これはまず正規空母の昇格、瑞賀が日本でお休みしてたんですよ。事情はあるんですけどね、お休みして。それから軽空母、巡洋、龍城はこの北方の厚島、岸加島の方に行ってたんですよ。だから日本海軍が日米海戦に投入したのは正規空母4隻なんですよね。それで、で正規空母4隻とアメリカの正規空母3隻が戦ったわけですけども、この時日本海軍は方針が定まらなかったんですね。というのはその海軍軍令部はですね、そのミッドウェー島にアメリカ海軍は出てこない、出てくるはずがないという前提に立ってものを考えていたんですね。で、山本五十六はミッドウェー島をおとりにして、米アメリカ空母をおびき出して4隻の空母でこのアメリカ海軍を撃沈するということだったんですね。だからそのアメリカ海軍をおびき出すというのは山本の作戦であって、軍令部はアメリカの正規空母はミッドウェーには出てこないという前提でものを考えたわけですから、全く話の前提条件が違ったんですね。それでとりあえずやりましょうということでやったわけなんだけども、その戦争の、この戦いの目的がですね、海軍軍令部はミッドウェー周辺にアメリカ空母は出てこないから、簡単にそのミッドウェー島を占領しておしまいになってしまうねと、もうそういうふうに頭から決めつけて考えていたんですね。
から山本五十六はここであの米空母をおびき出して空母決戦を行うということで、その日本海軍の中でですね、その作戦目的が山本五十六の米空母撃沈なのか、軍令部のミッドウェイと上陸なのか、2つの考え方が定まらなかったんですよ。で、あの海軍の命令系統っていうのはトップが軍令部総長長野修身、それから2番手が連合艦隊司令長官の山本五十六、それからその機動部隊司令、その下が機動部隊司令官の南雲忠一、その下が機動部隊参謀長の草加龍之介でありますから、海軍軍令部総長がミッドウェイ島占領を指示して、連合艦隊司令長官が空母撃滅を指示しているわけですから、現場の南雲艦隊の司令官南雲忠一、参謀長草加龍之介はもう判断に混乱したんですね。で、かつ草加はその軍令部からはその作戦目的はミッドウェイ島の占領であるという指示を受けていた。その結果、その空母4隻をミッドウェイ海戦は空母4隻を喪失する大敗北になってしまったということでございます。近衛文麿は、最初から日米海戦に反対でございましたので、ありまして、その吉田茂は先ほど申し上げた通り、シンガポール攻略した時にこれをもって終戦とすべきだ、勝ち逃げをすべきだということで動いたんですが、日本外務省がさっぱり動かなかったので、勝ち逃げすることはできなかった。で、このミッドウェー海戦に敗北した時ですね、これはその負ける降伏する潮時であるということで、吉田茂と近衛文麿はですね、近衛文麿が中立国のスイスへ赴いて米英に対して降伏を申し入れるということを提案したんですね。ところが日本外務省も反対、それから吉田じゃなくて内大臣木戸幸一も却下したんですね。したがってミッドウェイ海戦敗北の時に、日本海軍は終戦にすることができなかったわけでございます。そもそも戦争っていうのはですね、勝って勝ち逃げするかですね、負けたら早々と降伏して手仕舞いしてですね、被害の縮小化を図るしかないですね。これをそのダメージコントロールと言っているんですよ。日本外務省はその山本五十六がマレー沖海戦で、勝って、陸軍第15軍がシンガポールを攻略した時に、勝ち逃げすることをしなかったんですね。で、さらに日本外務省はミッドウェー海戦に負けた時、敗北を認めて米に降伏してですね、我が戦術国の戦争被害を減らすダメージコントロールも行わなかったわけなんです。あの戦争で日本人は310万人が亡くなったんですけども、シンガポールを攻略した時勝ち逃げするか、ミッドウェー海戦で敗北した時にダメージコントロールで日本外務省が米英に降伏すればですね、日本人の犠牲者は310万人の、10分の1ぐらいで済んだのではないかというふうに思います。しかし、日本海軍が、日本陸海軍が勝っても負けても日本外務省は一切講和をしないわけですからですね、戦争は本土決戦という一億総玉砕になるまで、日本の軍人が全員戦死するまで永久に続くということになったわけでございます。もうこういう状況になりますとですね、山本にできることは、自ら戦死してこの戦争に前途はないんだということを国民に自覚する、知ってもらうしかないということで、山本は護衛戦闘機の増強を断ってですね、防火力の弱い一式陸上攻撃機に乗って前線に視察して、アメリカ戦闘機に撃墜されて戦死をいたしました。
まあその山本は開戦の前にですね、1年や1年半は暴れるけれども、2年3年となれば全く関心は持てない、言いましたけれども、開戦後1年4ヶ月暴れて、まあ戦死いたしたわけでございます。もうこの時点で日本にアメリカに勝つ方策は全くありませんのでですね、戦死した山本の願いというのはですね、国民がこの戦争に前途がないということを自覚して一日も早い降伏終戦をすることだったのではないかというふうに思う次第でございます。以上でございます。